いやこの周りに文春法炸裂ということですごいインタビューが出ました、それはですね森喜朗さんが240分間のインタビューを受ける森喜朗元首相裏金問題真相を語るというふうにです、ね、こう言っていてであの一番のポイントはですね岸田首相との約束をねあの完全に破り捨ててもう全部言っちゃってるっていうでしかも本当のことを言ってるんじゃなくて もう自民党のことすら考えてない岸田首相のことも考えてない俺の保身のためだったら240分間下は回るというですねなんじゃこりゃというこの状況であれ岸田さんがなんかも裏金問題に関して電話聴取した時は体調が問題ご高齢で体調が悪いからねそこに配慮して電話でちょこっとしか聞けなかったと。 で、実際に行くことはなかったと言っていたのになんか保身のためだったらこれ直接ノンフィクション作家の、えー、とな,なぜか森さんという人にですねあの話を聞いてもらってるんですけど「お前ノンフィクション作家240分も話,し話せる元気あるんだったら岸田師匠に60分でもいいから直接会ってやれよと」と、まあ。というわけであの森喜朗を裏切りました。 自分の保身のためだったら自民党のことなんかどうでもいいこれは素晴らしいですねこれとザ・自民党だと思います。ということで、えー、本日もですねこの問題について一月つき学ん大スターの森喜朗さんについて語りたいと思いますので本間、はい、さんよろしくお願いします。よろしくお願いしますいやっていうかさ240分間インタビュー受けられるんだったらあのなんで岸田さんは電話やったん首相やで。うん まあ、もう完全に舐められてるよね。いや、舐められてるよ。まあ、インタビューしたのは森伊功さんっていうね、有名なノンフィクション作家さんですけど。<laughs> 森伊功さんって、喫茶ショーよりも <laughs> 権力あるの。な <laughs> わけないよね。文藝春秋は内閣よりも権力あるっっ。<laughs> だけで。まあ、やっぱ舐められてるよね。基本的完全に。舐められている。うん。うん で私から連絡があったなんてことは外に渡さないでくださいねって言われてんのに分、うん、かったーっつったててて文芸真珠の,あ,のあれに答えてるっていう、うん、まあこれどういうことかというと岸田さんから森さんに対して「私から連絡があったということはねちょっとあのお含みおいてください」というふうに言われてるけど「いいよ分かったよ」でももういいだろ別に喋ってもっていう。まあ,あはもうちちょっっとボケちゃって 全部妄想なのかもしれないもう何なんこいつ。ねえ。まあこれあ<ー>インタビューをちょっと一部読ませていただくとですね、えー、昨年来火のついた自民党派閥の裏金問題は。 岸田文雄首相が関係議員を処分したにもかかわらず申聖化する気配すらありませんキックバックは、えー、を始めた長本人と岸田首相はキックアックを始めた長本人と名前された森さんに4月上旬電話で聴取したと述べましたが内容は一回一切明かされていません一体何を話しましたかっていう風うに、えー、インタビュアーの方が聞いてるんですよで、それに対して森さんがですね、えー、こう言ってるわけです 総理は早く結論を出して4月8日からの訪米に備えたい気持ちが強かったのでしょう。だから私にも真実を確認するためやむを得ず電話をかけてきてそれで済んだという形を作ろうとしたのだと思います。ただし今回私は安倍派の議員に対する処分のことで岸田総理には何も言っていません。インタビュアーの方がこう言うんですね。裏金作りについてはは何も,しつくもはなかったんですかで森さんこう答えます。 あの時の電話で総理はこう言っていました。私から森先生に電話した事実を言わなければならない事態になればそれを公表させていただきます。それまでは私から電話があったことをおっしゃらないでください。私は承知しましただけで答えました。あとはご体調いかがですかという強いておにあのお目にか強いてお目にかかるようなことはありませんと。こう言ってるんですね。これどういうことかっていうとですね。あのまあ電話かけて。 裏金の質問したってことにするための既成事実づくりのために私今森さんあなたに電話してるんですよって岸田さん言ってるわけですよ。ででもねそういうことはさ内緒にしといてね代わりに俺はあんたのことを追及しないからねっていうものがセットのはずなのに世間ではずっと燃えてるから森さんが「やんべえな俺に火の粉降りかかってきたらやだよ」って言って。 なんかちそういうふうにさ「内緒にしろ」って言ってたけどそもそもあいつ質問もしなかったからなって言って後ろからグっッて刺してるんですよこいつ <laughs> 何なんですかこいつすごいよねいやもうあの正確に言いましょうすごいクズですねっていう感じですよ <laughs> 何なんこいつうーんまあなんつうのかな、うん、まあ <laughs> 究極言えばもう彼はほら 議員じゃないし、ねうんうん、で森派のその中で院然たる力を持っているとはいえ、うん、お前森派じゃねえや安,倍安倍派だ、はい、安倍派はい森派でいいと思いますけど、うんうん、持っていたとはいえでも会計責任とかなんとかをしてるわけでもなく、うん、まあ別に何かで引っ張られるっていうことはもうないと自分では思っているわけで。うん だから、あとは野となれ、山となれなんじゃないのうん、うん、ほんうん。別にさ、もうあれも、あのー、奥さんと一緒に入ってる入会金1億円の、なんだっけ、あの老人ホームうん。1人当たり1億円ね。もう多分、キャッシュで払っちゃってるぐらいだろうからさ、おそらくさ。あとは別に、ね、みんなの名前、岸田がどうなろうがな。ただ、ただ、うん、その中で、やがり。うん あのお方が嫌いなのねっていうあのあれじゃない出てるじゃない <laughs> この原稿の中でもいや森さんがても <laughs> 森さんがあの嫌いな政治家って別にそんな森さん基本的にそんな,なんか誰か特定の人物が嫌いっていうことはないんじゃないですかね。ね,ねえあなんか知らないけどなぜか無意識で私この人の,あの顔写真を出してしまってるんですけど。<laughs> あのこいつをまた落としめたいがために、はいえー、その岸田のな岸田との会談の話をしてるのかみたいな、うんあのー、そもそもキックバックは森が始めたんじゃないかという話はど、うん、複数のあのー、国会議員から出てたと。うんうん、ところが森いわく、そんなこと言ってるやつは、やつ1人しかいないと。うん 一人だけがそう言ってると要するに森吉郎をこの俺を裏切ったのは下村博文に違いないな、うん、これなんでかっていうと同じですねノンフィクション作家の、えー、森勲さんがですね文藝春秋の去年の10月5日にこういう記事書いてます森元首相へ下村博文元文科省が持参した疑惑の紙袋最大派閥安倍派の後目争いは朝らしいほど臭悪だった。 安倍元首相の一周忌を控えた7月7日一人の安倍派幹部が森氏を訪ねたわずかですがと差し出したのは薄茶色の紙袋中に入っていたのはてんてんてんって、まあ、これ有名な話ですけど下村博文が森喜朗に土下座して2000万円払ってあの勘弁してくれ俺を安倍派のトップにしてくれってお願いしたっていうですね。 これをまああのー、下村まあある意味下村博文のことを書いてくれたのが森功さんなので同じようにじゃあ君のことだったら話を聞いてあげようってことで240分インタビュー <laughs> そういうこと、まあ、そういうことえこれはうんそうんうでもあの自分はあの彼森にとっては、うん、とにかく下村を追い落とすことだけがもう今残った最後のあれなんじゃない まあそうねここでもさ要するにあの俺のことを指しているのは下村だけだと下村が俺のことをあの密告してるんだとだけどさ下村ほら例のあのあれの時聖隣心聖隣心の時さねみんなにあれだけ期待されてさうん 江川翔子もツイッターでささんも何を語るか、うん、国民の期待が集まってるみたいに江川翔子さん書いてるぐらい、うん、国民の期待を一身に背負ってやったのにねえあの元文部科大臣下村博文が「ゲロるのかと」と、うん。うん刺すのか森をと。うん、と思ってたら「へへへへへへへ、森先生は一切何の関係もありません」みたいに なんなんそれ。なんだお前みたいな。うん、でもさ、一応あれ下村としては森にメッセージを送ってたんじゃん。うん、ね、黙っててあげますよと。黙っててあげるから森先生勘弁してくださいよと。言っていたのにもかかわらず、うん、下村のクズが絶対密告したんだよっていうふうに。まあこれ正確に読むとね、ねあの全文は紹介しませんよ長いしね。 あの文芸春秋買ってあげてほしいんですけども、うん、この部分はですねなぜか安倍晋三元首相はキックバックをやめようとしたが没後の2022年8月5日下村氏と世耕氏と塩根谷氏と西村氏が派閥幹部会合を開き復活が決まったとされますこれも森さんの意向が働いたかのように報じられています誰かが判断してキックバックが復活したのは間違いありません森さんの判断ではないんですか っていう風にですね。この言ってるわけですよ。インタビュアーの人が、うんうん、でそれに対して森さんが、えー、このようにあーのー答えております。はい、どう答えているかというとですね。 私は引退後は議員ではありませんしまして清和会も離れていました自分自身の日程を調べたらキックバックを復活させるかどうか議論としたとされる会合の日私は東京オリンピックの年末のために静岡県の下田に行っていました会合にも出ていませんし話し合いがあったことすら知らなかったどんな経緯で再会されたのか本当に分かりません下村君、うん、1> 君一人だけがそこに私が関与してるかのように言ってるわけです あの会合に参加してる他の誰も私が関与したなんて言っていません,うんもう一度言いますよ<あ>私はセー会の会員でもありません,んそんな話を知るはずもありませんで、それに対してインタビュアーの人がですね 下村氏は今年の3月の政治倫理審査委員会で誰のキックバック誰の判断でキックバックが復活したか知らないと答えています後に岸田首相が8月5日の会合に参加した幹部に事情聴取したところ参加者の1人が森さんが復活の判断したように受け取れる発言をしたそうですがというふうにこう言ってるわけですよつまりまとはいえ下村博文はね 森さんは知らないって一応言ってるじゃないですかとで岸田首相が後で非公開の場で事情聴取したら森が関わってたっていう風に言った人が誰かいたんですよねでも下村さんは成人審では言ってませんよねっていう風に、うん、多分これね 言,言ってないと思うんですがって言ったダイビングで森さんがそれは下村くんなのは,は確信を持っています私の記憶では我々作りは20年ほど前からやっていましたと言ったのも下村くんですなぜ彼がそう言ったのかといえば私が派閥の会長を務めていた人事に引っ掛けたいから下村くんがマスコミの派閥の資料を持ち込んで売り込んだといった類の話もありますマスコミだけではなく党の関係者なども方々の方から聞きました安倍派会長がキックバックをやめろといった話をひっくり返したのもりだと名前は言えませんか近接、うん からのも人間からもそう聞きました。検察のターゲットは森さんですよ。気をつけなさいというふうにアドバイスしてくれた人もいます。全部全部こいつが悪いんだ。絶対こいつが言ったり違いない。こうほんとこんな感じ恨み深いよな。ちょっと待てと、森。下村博文は成人心ではお前の花媒を出さなくて守ったんだよ。ね、守って。 くれた人に対して、絶対あいつは絶対あいつだって。もう下村をさ、<う>地獄に突き落とさなければ。もう気が済まないっていうぐらいの感じだよね。相当恨みが深い。でも下村としてはさ、うん、去年。一昨年ぐらいから、うん、ずーっとさ、平謝りでさ。うん 2000万持っててね今までいろいろご迷惑をおかけしててなんだお前俺に迷惑かけたんかい <laughs>、まあ、すぐに詰められるんだけどさ <laughs> それじゃお前さ下村も立つ手がねえよなっていやあのそれはねあの <laughs> まあでもこれ森さんの生き方なんでしょうね <laughs>、うん、この詫びを入れてきても突っぱねるね謝ってもさらに追求するっていう もう相当やばいやつじゃないですか、これ。ちょうどやばいやつ。<ー>うん。だから、<や>からこういう時には、あ,あの下村さんがね、チャブートにね、あのちょっと茶ブートないんで、ちょっとこ,これ、茶ャブートだと思ってください。はい。これ、万博人形ですけど、ミャくん。すいませんと、2000万脈々しか持ってないんですけど、本当お詫び申し上げますっていうふうに言っただけで、妙なんだわしにはわからんか全くわからんか君は私に迷惑をかけたというのかあっていうふうに言ったら、 森様大変申し訳ありませんでした4000万脈々で2000万で当たりませんでしたねっていうふうに言って、うん、あえ森さんがあ、まあ、分かった何のことかわからんけどなって言って受け取ってくれるまで金の量を増やすんだよ下村くんそういう時はそれはメッセージなんだよ森さんは怒ってたんじゃないんだよ2000万じゃ足らねえよって言ってたんだようんまあそうだよな、うん ペリカじゃダメですよもう <laughs>。だから2,000万円ポッチでお前が潰したこれ新国立競技場のザハーンがね別の案になって建設費が1,000億円近く減ったんだと。 あの時の俺の懐に入ってくるお金が一体どれだったの ?2,000 万ポッチじゃねえだろと。で1,000億下がったせいで俺がどれだけ土建屋の皆さんに申し訳ないけど予算がね下がってしまったんだこれも下村っていうクソのせいでさ仕方ないからこっちの神宮前再活利権でちょっと一ちょかみしてもらうから勘弁してくれんかってどれだけお前苦労したと思ってんだと。2,000万でお前俺許すと思ってるかバカの つまり2,000万ってことはお前それだけ俺のこと安く見てたのかそりゃあ君はそれだけ俺のことを安く見てたんだったらこういう無礼なこともできるよなっていうのを全部言っちゃうと録音されたら怖いじゃないですかだから飲んだ君を私に迷惑をかけたのかってこう言ったらそこはだからもう下村君積まないとお金をお金積まないとああそうだな、うん、<laughs> それなのに馬鹿正直に だかでら馬鹿正直に「あすいませんでした」って言ってどうせに二千万持って帰ったんだろうん。いやそうなだって現金受け取ったって書いてないじゃん当たり前だけどその時下村さんはもうあのこういうふうに言うの2,000万入ってきた紙袋をね「あの何だ君は目をかけたのか何だその現金は」って言われたら「お。 森さんこれ私が持ってきたんじゃないですあ、さっきそこにあの入ってきた森さんの部屋に置いてあったいやなんだかよくわからないな置いて帰りますよこれ私のじゃないですさよならっつって <laughs> それくらいも押し付けとかないと多分持って帰ったんだよ下村二千羽ねえって追加で持っていかないと ていうかここでやっぱりこう小さいやつだと思われていたのよもういいんだよ森に小さいやつだって思われてもいいんだけど、うん、悪党と付き合うんだったら強欲な人間と付き合うんだったらそういう作法があるでしょうよ <laughs> 何 ?1000 万出してさ、うん、言われたらさはい、うん、もう大変申し訳ございませんでした、うん、もしかしたらそうおっしちゃうと思ってオプシー500本、うん、これ別に先生 <laughs> のお体のために オプシード百本、別にお付けします。<laughs> とかさ、もうね、この時やれなかったのが失敗だな。まあ、これ、結局、どういうさ、あの流れかっていうと、なんか、あの下村さんが、なんか急に入ってきたんですよね。下村さんからの面会要請断ってたけども、仕方ないから会いましたと。 そしたら下村君は部屋に入りゃいなら森先生長い間のご無礼をお許しくださいと謝るので「なぜ謝るんだ、ね」で自覚症状があるのかなというふうに言葉をかけたと。いやから落ちる。でそれに対してまあそれをね言ってから何のようなんだというと下村が「私を清和会の会長にしてください」って言って。<laughs> えー、森が「私は外の人間だから会長を決める立場じゃないよ」って「うさつけよ」って感じですけど「いや先生の影響力ありますから」って下村が言うわけですよ。ねでそしたらあの森喜朗が「それは君がやましい心を持っているからそう思うんだよ」というふうにこう言うとするとソファーからら尻をずししして彼はどけしましたこうやって、まあ、ちょっとこう土下座しながらだとさすがにちょっとあの聞こえないと思うので <laughs> あのやめますけどそしたらあの。 ね「下村みっともないから起きろ大臣までした男がひる伏すなんて昔で言えば切腹するかしないかの話だよ立ち,なく立ちなさい俺は見たくもない」って言ったら、うん、下村君はもぞもぞしながら立ち上がって脇に置いていた紙の黒を私の目の前に差し出しましたとにかくご無礼を美味しでいただいてこれはわずかですが、うん、わずかというのは何だ、えー、私はもはや怒りを抑えることができませんでしたっていうふうに言ってるんですけどまあこれ,これ要するにあの 少なかかったたら怒りを覚えたんですよ <laughs> そ,うなそうですよこれあと土下座する時もほら焼けた鉄板の上でさそれ開示だから頭,こう,頭こうやってそこにこうねそれ開示だから兵頭会長にやらされてる戸部川の話でしょ分かんねえからそんなの <laughs> ななんかあれは有名なシーンだよね、えー、俺はお前を決定的に嫌いになった場合によっては総理大臣になる資格を持つ清和会の会長を金で買おうとは何事だいくら入ってるのか知らんが、うん、これぐらいの金で総裁の地位を手に入れられると思ってたでもやっぱりさお前安いよって言ってるんだよこいつそこ最後のところで「<笑><笑>いくらなんか知らねえけどそんな金額で買える」<laughs> 言っちゃってるじゃねえか自分で。 で下村さん,うんで結局あの置いてったんだよね下村は。で中身は200万円だけ2000万円で俺は許さん持って帰ると突き放したとただし彼のことだからあとで何を言い出すかわからないのでこのやり取りは秘に承認になってもらい下村さんがこんなのを持ってきたけど俺は受け取らないから君から返しなさいと。それはね渡すんじゃなくて落ちてましたって。いらないんだったら森さん。 警察に届けてください。私のもんじゃないですかって。言っとけいいじゃねえか。うん、うん、結局返しに行かせたのか、ね。まあ、でか、返した、返した。あ、でも、返してなかったら、さすがにここまで言わないだろうな。うん、だから、あのー、で次は四千万落ちてたんですけど、って言っていかないと。うん。 ねでも確かに森さん正直だよね自民党総裁の座が2,000万ぐらいで買えると思ってからじゃあいくらだったらいいんですかって感じ <laughs> まあやっぱり今の文脈からするとやっぱりちょっと億ぐらいは持っていかないとダメだろうね。やねいやまあ要は1,000億円分ぐらい利権が減らされたんで多分森吉郎は森吉郎でね土建屋さん周りとかいろいろ謝ったんだと思いますよ。 まあでもどうでもいいですけどこの小悪党と悪党の今回会話でしかもそれを堂々と言うってことは俺悪くねえもんと思ってるからだよ森喜朗そうそう,そうで岸田さんとのあの約束も破ってるわけでしょうんまあ別にどうでもいいのよ岸田はもう <laughs> どうでもいい下村の悪口を文藝春秋で書きたいんだよまたうんだからあの まあ,あの、簡単に言っちゃうと、岸田はなんか、あのー、刺身の妻だね。刺身の妻。やっぱりさ、これあれでしょだから、半年前の記事の、焼き直しに近いわけじゃない。うん、その、下村に関する部分のさ、つ、うん、いうね、全く同じことで、とにかく、まあ、岸田あ,あそういえば、岸田みたい、岸田とかいうやつから電話来たけど、適当にあしらっといたわっていうのが、記事の前半で。 後半はまた下村に対するあの恨みつらみっていうか後半っていうかあの岸田の話をして、えー、中盤から後半までが下村の悪口でで後半に最後に選挙のこと聞いてるんですよ。<う>これなんて言ってるかっていうと裏金問題はこの先の衆院解散総選挙にどんな影響を与えますかで森さんがこれまで解散のチャンスは何度かありましたが岸田総理は決断できなかったこれから想定されるのは国会会期末の6月末ですが。 残りの期間でよほど支持率を貢献できなければ無理でしょうすると必然的に9月の総裁選に突入しますが問題は岸田、えー、ポスト岸田候補の不在自民党壊滅と言われるゆえんですなはっみたいな感じでこのインタビューなんと終わってるんですまあ俺関係ねえからなそうだから森さんはもう,う儲けたと金いっぱい入ってきたと、うん、でてめえらの,あのごたごたに巻き込むんじゃねえよ知らねえよってこういう感じです まあそういう感じだよね、うん、いやでもさすがにこれをやられてさ自民党の人間だってえ何俺たち全部尻っぽ切りさせる気かってなるとちょっといくらなんでもこれおい腰抜け士だ下村こんなに森に舐められてるけどお前それでええんかあいつは昔は巨大やったかもしれんが言うてもじじいやお前らはまだ足腰立つやろ ちゃんとケツ叩いて今回言ってちょっと国民に言われちゃいますよこれえっウィン柄悪いが <laughs>、まあ、それぐらいの勢いですよ <laughs> もうなんかちょっとあのまあでも本当彼自身はさ関係ないと思ってるんだえ、ね、ちょっと熱演してたら熱くなりましてまあちょっとこれ、はい、こういうのってそのまんま読み上げても面白くないと思うのであの頑張り頑張りました ですねねはい、えー、ねよく清水がやかましいとか騒がしいやつだとかっていうふうにコメントされますけども、えー、視聴者の皆様はですねちょっと森喜朗のクソみたいな話をそのまま読み上げても面白くないなと思うのでちょっと私もちょっと騒ぎすぎかなと思いつつこう喋っておりますちょっと寸劇をね加えてねまあその方がやっぱりほら,悪らさ加減が伝わるしいいんじゃないそして悪らさを伝えたい私はうん。 で皆さんあの文芸春秋買ってあげてください、うん、文芸春秋ってあのー、もうすごい簡単に言うと、えー、月刊文春みたいな感じです、はい、まあ<当><れ>よくこのインタビュー乗っけたなと思うけど、うん、しかもさまだ国会やってるから、うん、これが例えば国会閉じた後にあの時の話を暴露するっていうさ、うん、まだ岸田にもあの影響薄いけど、うん これやっぱりさ今国会でさやっぱり大問題になってるわけよ <laughs> 国会でさ杉尾さんとかに何回も詰められてるわけよ立憲民主のね立憲民主のね、うん、あの電話した時に周りに誰もいなかったんですかメモも取ってないんですかって言った誰もいないしメモも取ってる、うんうん、記録は何もありませんって、うん、それでその森を調査したなんてよく言えますねみたいな感じでさ、うん、まあ当たり前だよね でお前月刊文芸収集載ってるけど森がお前岸田の電話お前何も質問しないって言ってんじゃねえかよってこれ事実なのかって言われたらえー、っとって岸田さん困っちゃうよねいや困るよね、うん、ああちょっとあの方ももうちょっとお年となんでボケてんじゃないですからね <laughs> みたいな感じ <laughs> でもチキンだからそこも言えないと思うそこも言えないでしかも岸田首相森さんへの電話 記録を取ってないって言っちゃいましたから、うん、これもう森さん言われたい放題ですよそうだね、うん、言われたい放題だよねおい岸田変かお前いつまでも国会議員辞めたの森のジジイのケツ舐めてそんなに総理大臣やりたいんかええー、加減ケツに噛みついて噛みちぎってでも男見せたらっかいわれって感じですけどそれでもなめるのが記者なんでしょうねうん なめててるっいいう自覚もないんだと思う、ね、そういうのは考えない人なんだね。そうやなで、えー、要するに出しにされて、うん、またまた下村の悪口を文芸人にわざわざ書いてるっていうまあやっぱりでこれさね、あの今、えー、世論調査で、うん、久々数パーセント 森の森じゃない岸田です。あごめん、岸田,岸田の支持率です。もう確かにそれぐらい存在感のない首相だと思いますけど、一応、日本の最高権力者内閣総理大臣の支持率。森って言っちゃうっていうね。ちょっとだけ上がったじゃん。<laughs> だけど、また下がるよね。ま、こんなこと言われたら下がっちゃうよ。 子供の使い以下だろうっていうさこんなにバカにされてさいいの騎士だいいんですってやつだよね別にいいんですそんなことは首相続けられれば続けられないじゃん、うん、邪魔されてるじゃん <laughs> まあそうだな、うん、<laughs> こんなことばらされてさ お前子供の使いもできねえのかっていうぐらいのさレベルだよね。何を聞きませんでしたと「体調はいかがですか?」って言われましたでまあ聞いたことにしといてくださいっていうことですけど言わんといてやって言ったことを言わんといてやって言ってたらあいつって。でなんでじゃあそんなことをねゲロるのかっていうと森さん側の言い分としては。 いや本当に知らないのに岸田がさ全然収められねえから仕方なく内緒だって言われたけど喋ったんだよって多分そういう感じだと思いますそうす、ね、まあいつだっても俺を悪く言うやつがいると、うん、俺は何も悪くないのにと何も悪くないんだと、うん、ついでに言えば東京オリンピックのあのいろんな問題だと俺は一つも悪くないんだあ全部高橋歩きが悪いんだと まあそううだからさまあ、森の言ってることもさまあ、全部が全部真実だとは思わないよ。うんうん、だけどまあ、大筋では多分そうなんだろう、うん、っていうことでさで下村に対する <laughs> 本当にこの恨みつらみはいまだにふつふつと燃え盛っているっていうかさ、うん、すごいよね。うん だいぶあのー、まあままだだ元気なんだね、はい、まあでも240分間ノンフィクション作家のねインタビュー受けられるんだったら岸田とではもうちょっと電話じゃなくて会ってやれよ確かに。会ってやれよでも森さんねこれ敵対する人に対してはここまでさボロクソに言うじゃないですか。うん。でも多分これ裏側から見ると。 味方の人にとってはだからもうオリンピック利権の時とかで、えー、もう多分、まあ、下村のせいでさ目はこうむったんだと思うよ。だけどその利権側から何か言われたりしないじゃないですか。だ、うん、だから多分面倒見はいいんだろうねなんだろうけど、まあ、それの権力を維持できているのは国民の税金ですので、まあ、そろそろそういうなんか昭和の親分型のね、うん あの悪い意味での親分型のまあ政治家っていうのは政治家じゃ何とないんだけどもうおやになっていただいてもいいんじゃないでしょうかということで,でそして下村博文さんに伝えたいねあの2,000万円うちにカンパしなさい三菱 UFJ 銀行をねえ副賞して4 5 6 9 5 5 6にそしたら私たちと3人で一緒に シロをたたこうではありませんかもう森は悪い森は悪いって言い続けばね、うん、敵の敵はね友ではないかということでえー、多分下村さんから来ないと思うので千分の一でもいいですどなたかあの乾杯いただけると2万円でいいので乾杯の絵かて YouTube 説明欄に書いてあります本間、えー、さん本日もありがとうございました <laughs> ありがとうございますはいチャンネル登録といいねよろしく今日もダクシャージャニー はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。